今日の会で新人銀行員みたい。よく言われます、公務員か県庁職員か。で、あれでしょ、県庁職員になってから4300万円の振り込みにミスるんでしょ。めっちゃ嫌じゃん。だからあれさ、新卒の人がやったらしいよね。あれやってないらしい。そうなんだ。ただ持ってっただけなんだ。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド、チューンド、FEC チューンド、FEC チューンド。さあ始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール、本日僕ら僕デコボコトラベリング帰りからですね、はい、お送りしております。今日はですね、ライブ終わったばっかりなんですよ。今バチバチっていうね、ライブ終わった後で、急いでね、ちょっと、ラジオ駆けつけたんですけれども、ちょっとリョートがね、遅れてるというか、僕らの事務所あれなんですよ、車どんどん後ろに詰めていくタイプのところなんで、後ろの人がいたら出られないんですよ。で、僕はちょっと車荷物移動とかで出してたので大丈夫だったんですけど、両党の車がね、ちょっと奥の方に行っちゃってて、その後ろになんとね、中地というね、浮気沢がいるんですけど、中地が止めてて両党が出られなくて、で今回中地はそのライブの MC やってくれてたんですけど、今ねどっかに行ってるんですよ。ご飯かな、なんかどっかに行ってて、で両党が出られないっていうね、ちょっと現象が起きてまして、それでちょっと遅れております。中地すごい、ミキサーが一番怒ってる。出てこい。ミキサーが一番怒ってるわ。中地出てこい。俺らは別にまあいっかぐらいの気持ちだったのに、ミキサーが一番怒ってるわ。はい、ということでちょっとね、両党がね今ちょっと遅れて、元吉さん、え、じゃあ行くわって来れるん、来れるん。なんかさっき元吉さんがさっきね、わさびと、わさびっていうコンビと一緒にデコボコとわさびでこのライブをやってるんですけど、わさびさんに今日じゃあラジオ来ますかって、先月来てくれたんですよね、ライブの後で来ますかって言ったら、一応具志堅さんはネタ中に背中を大怪我してちょっと背中痛いから行けないってことで、で小平くんは糸満だから行きたくないっていうことで、逆方向だからね、那覇でライブあるから、もう糸満だからちょっと今日はやめとこうなって言って来ないっていうことで、で元志さんが、あ、じゃあ俺が行こうかとか言ってて、あ、じゃあ来てくださいって言ったら、なんか、あ、いやでも帰るわやっぱって言って、なんか意味わからん帰ってんのかなと思ったら、今、え、じゃあ行くわっていうことなので、もしかしたらこの後元志さんも来るかもしれないですね。かもですよ。元志さん今回音響に入っていただいて曲出したりとかいろいろしてくれてたんで、まあ元志さん来れそうだったらちょっと来てください。僕もちょっとね今一人で喋るのしんどいぐらいもう疲れてるんで、はい、そしてゴーさんも来てくれてますね。おいおい帰りだけかということで、そう帰りだけなんですよ今のところね。ちびちゃんももうこの後来るんで、ちょっと待っていただければ。雪村さんお疲れ様という、雪村さんもね今日来てくれてライブありがとうございます本当に。元さんあと2分近いるんか、近くに。じゃあぜひ来てください。ななちゃんもね今日ライブ来てくれてました、ありがとうございます。うん、すげえ。ゴーさんが元氏かっけー、はえーって言ってくれてますけれども、かっこよくはないですよ、かっこよくはないです、かっこよくはないですけど、すごくありがたい、嬉しいです僕からしたら、ありがとうございます。そうだねってそうだね早いよ、そうだねっていうのがちょっと味方してあげ、元氏さんのね、元氏はいや、だから誰かがなんかそのフォローしてくれないとかわいそうになっちゃうから、かいい、ね、ほらよくないよそういうの。誰かは、あ、ごめんなさい、元氏嘘って言ってますね。男気はあるけどかっこよくはない、帰りますって、帰らないで
小田さんごめんなさい、ごめんなさい本当に。お願いします来てください。もう僕ちょっと疲れましたもん、喋るの。何の話しようかな、まあ、今日のライブの話、まあ、はライブの話は両党が来てからしようかな、じゃあで岡山行った話も両党が来てからしたいんで、じゃあちょっと僕が最近ハマってる YouTuber の話でもしましょうかね。今は僕ね最近新しくねハマった YouTuber がいまして、オロチンユーっていう YouTuber なんですけど、知ってる方いますかね。今本当にすごいですよ。YouTube 始めたのが多分2年前ぐらいかなぐらいなんですけど、もう登録者100万人超えてて、まあ、どんな動画を上げてるかっていうと、本当に虫とかを素揚げにして食べるっていう動画とかいろいろ上げてるんですけど、そうで、あと魚とかね釣ったりしてで動画上げてるんですけど、オロチンユーって方がね、まあ、ちょっと面白いのが、だからその人顔は出さないんですけど、喋りがオロチマルの喋り方なんですよ。わかります？そう、オロチマルの喋り方で魚取ったりとか、あと虫取ったりして、それを動画内で素揚げにしたり天ぷらにしたり串カツみたいな感じでやったりとかっていうのをやってて、だからそのちゃんキャラになりきってやるから、それが面白いっていうのもありますし、まあでもだからそのオロチマルをやりながらだけど、でもまあそのオロチマルに固執してるわけじゃなくて、まあお姉キャラみたいな感じなんですよ。お姉キャラをやりながら、それがなんかそう、なんていうんですか、オロチマルにちょっと似てるから、そのキャラに寄せつつ、でもまあお姉キャラとしてやってるみたいな。で、一人じゃなくて二人、もう一人いるんですけど、その人がペイン酒井っていうナルトの世界観でやってるんで、ペインっていうね、その、まあ、悪者たちがいるんですけど、その悪者の洋服を着せて一緒に虫とか魚を取って食べるっていうやつやってて、めちゃめちゃいいです本当に。オロチンユー今もう、だから俺が見た時って105万人ぐらいしか多分いなかったんですけど、もう今110万人ぐらいになってて、俺ここ1ヶ月でしか、いやもう本当に 1,2 週間前ぐらいに知った人なんですけど、もう動画も毎回も100万とか 2,300 万再生を記録してたりするんで、ちょっとお時間ある方ぜひね、ちょっと気持ち悪いのが苦手な方はあれだと思いますけれども、見てみてもらいたいなっていう。あ、来た、皆さん来ましたよ。今日音響をやってくれたもこもこもとしさんです。あ、ちょっと見切れてるんで、もっと入ってもらって、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。わざわざ来ていただいて、よかったな、俺がコンビニにいて。あ、コンビニにいたんですか。いや、よかった、ありがとうございます。あ、もとしキャンでございます。お願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、もともともとしさん。あ、いや、俺のラジオの時だけでする、ほら。ちょ、まあ、何喋ってるかもわからなかったし、今。いや、もう帰ってもう飯食って寝ようぐらいだったんですけど、まあまあそうですよね、本当にもう飯食っちゃう。チャミスル買ってるやし、こいつ。しかもすもものチャミスルと飯食って寝ようかな。飯じゃない、飯やし、めっちゃ飯食って寝ようかな。豚そば買ってる、こいつ。飯食って寝ようかな。どういうラインナップ。これは家までのつなぎですよ。キモラインナップ。家までのつなぎですよ。ポカリのあれね、ゼリーね。これなゼリーか、はい、ゼリーのポカリと、チャミスルスモモ味と、はい、ほろ酔いの白いサワーと、冷凍の豚そば、はい、豚鉄砲の豚そばですね。どういうラインナップよ。なんでだ、家までのつなぎってば。じゃあ、まあ、はい、じゃあ分かった家までのつなぎさ、腹減る、はい、いや、これお前これ食えってこう、お前車の中で。いや、じゃあ分かった、じゃあこれはつなぎね、うん、つなぎ、つなぎです、うん、ぎ、うん、ポカリのゼリーね、うん、で、まあ、豚そばも、ほら、美味しそうだな、食べそうです、おとしさん食べそうです、うん。チャミスルとホロ酔い、お前女子大生か。お前は女のしか飲めないから、俺女子大生の飲むやつやし、これかコークハイしか飲めないから。お前は女子大生、こんなやつかコークハイしか飲めない、女子大生やし。お前リョットは、リョットは今車ブロックされてる。マジお中地ぶん殴った方がいいと思う。中地が全部悪い、本当に。今日もひどかったですよ、中地は、うん、出てこい中地。ミキサーが一番怒ってるから、中地はね、うん、ひどいんですよ。今日ツーミスしてますから。ああ、そうなん、あ、そう。彼は結果発表の時に、ああ、やってたな。
だ結果僕は音響なんですけど、だリハでは結果発表ってやって、まず結果、うん、まあ、その前にその3試合してるんで、うん、その3本勝負の1本ずつを、うん、まあ誰が勝ったかみたいなのが紹介の時間があるんですよ。そうそうそう。の中でその1本目勝者はドラムロール、ね、ドゥーン、ね、誰誰、うん、2本目ドゥーダンダダダって3本やるんですよ、うん、これそうそう3本、ね、で3本終わった上でじゃあ今回勝者は誰誰タタ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 ファンファレが流れる。彼3回やった後に今回の勝者はじゃなくて何だったかな、うん、な3本なんかね、なんかちょっとドラムロールのフリをしょったんですよ。そう、総合得点結果はみたいな感じで、そう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 、あのドラムロールのフリですね。4回目のファンファーレは発表してファンファーレなんです。そう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 。でも彼は結果はで死にまつか作りよったわけよ、うん、あドラムロールなんだって俺も思いましたもん、あの時、うん、どっちだと、うん中地貴様どっちだと、うん、で元さん分かった押すよと、ほら4秒2秒ぐらい悩んだ俺、うん、ねねよね、分かったよと、うん、流すよポッチでドドドドそうじゃあそうドラムロールが流れた瞬間に中地結果発表喋るっていう、もうグダグダのグダグダよ、グダグダのグダグダ、本当リハーサルでやってないことをやるみたいなね、本当にひどかったですよ、うん、あれは。あすごいハッピーリューキュー皆さん中地だからねって本当に、うん、僕だからですよあれはまあ、まあ、本当に確かに。あんな早くクライベイビー出す人いないですよ、うん、あれはね本当にナイスでしたね。でもう一個あるんですけど、はい、あのリハの時に、はい、中地ってやっぱ声でかいんですよ。あ彼声でかいんですよ、はいはい、なんでマイクのレベルを確実に彼のは取っときたいんですよ、はいはい、まあ、毎回のことなんですけど、うん、で取るじゃないですか、はい、リハこれでもう完璧だったんですよ、もうベスト、はい、本番始まるじゃないですか、バチクソにうるさいわけよ気づいてたら本番の間で俺10下げてるわけ、うん、あ10も下げた、10下げてるわけ、あれでも下がってるなと思った、思った思った、後半良かったでしょ、うん、あれ俺後半で調整してるから、うん、下げてるなとは思ったけど頭おかしいさあいつ。今後彼はそういう営業とか行くたびに僕はリハよりも10でかくなりますっていう紹介しないといけない確かに確かに迷惑でしかないですから、うん、だから音響側からしたら相当迷惑よね、相当迷惑ですよ、うん、だってリハと同じ声量出ないって確かにリハの相当問題じゃん、倍ぐらい出てるってことですからね、そうそうそう、10上がるって相当でかいですからね、うん、いやだからそのさ、あの10上がるって相当でかいっていうのは違う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 自己紹介しよう、あありがとうです。でさ軽いな、シャミソル飲む、あこんなん出てんだ、でなんでやいるいやあのためどやお前がいないっていうのを見てアンチ早いばや、意外と早かったな、そして早いな、すぐ来たあいつ、いやどうした、ちょっと遅れて、うん、ね結構待って、ね、でも空いてたから道路も、うん、大丈夫だった、中地のせいですよね、だからそうですね、中地は何してたんですか、あの人は、何してた、マック行ってた、誰と誰と一人で、うんうん、なんか打ち合わせで行ってた、 また浮気か、またあれかもしれないね、あなるほどね彼は浮気さですからね、浮気でした、皆さんすいません、バチバチありがとうございました、ありがとうございました、本当に疲れました、反省点もありますけどもまあまあまあいろいろ、まあだからそれがねやるためのものですから、いやいや、ね、ライブ僕の記憶上負けたの俺は初めて見たかもしれないです、ああ2回目、前回も負けたんだよ ね、ま、前回負けた、うん、あじゃあ俺が休んでる時は休まっちゃったんだ、ね、なるほどね、いやでもね、うん、前回もちょっと負けちゃって今回負けちゃってね、だから今どこいどこいぐらいじゃないですか、この負け勝ちのあれには、いやもうちょっとブラッシュアップして頑張ればいやお疲れだな、分かんない、どういうテイストでやってるか分からんけど、うん、その3本勝負じゃん、はいはい、一応なんていう、まあ関係ないんだけど、うん、その正直なこと言うと勝ち負け、うん、正直どっちでもいいところもあるじゃん、うん、一応、まあ、もちろん一応ね、うん、まあ、ネタただ単純に面白い出せばいいから、うん、そうそうそう、でもこれさ店そのなんていう、分かんない、今後の賞レースとか、うん、M1 とかそうじゃん、直前でネタ決めるじゃん、うん、のを含めてそのネタ順とか決めてないの、決めてはいる、ああ決めてる決めてる、1本目に何が来そうだな、うん、ここで勝ち切れそうみたいな、だからそれもちょっと今日思ったから、はい、次からちょっと行って帰りと、はいはい、これも最初やろうって、うんうん、多分それも俺見てたけど、あちょっとまだ分からんなと思ったから、意外と今日 3つ漫才だから、そうそうそう、変えてもよかったのかなっていうところは、ね、うん、別になんていう、わかん、別にそれ関係ないんだけど、このライブだね、でもなんかそういう戦い方の場で、うん、やってもいいのかな、身につく感じはする、それはありますね、何食ってるお前、喉がもう喉がバカ死んでるんですよ、二人、まあ喉飴ちょっと舐めさせていただいております、すいません、あのなんか岡山もさ行ってきまして、うん、そう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 、ね、パイナップルフェアっていうか沖縄フェアで、沖縄フェアです、パイナップル、勝手にパイナップルだけにしないでください、ええ、これスポンサーついてんばよ
いやちょ無鉄砲ついてないの？掴んだらや日清やし、日清ついてないの？日清掴んよや、ついてないんか。だからそれで行ってきて、ステージもね1日2ステージやらせてもらって、鍛えられました喉も鍛え、まあ、今はもう相当ダメージを負った状態ですけど、鍛えられてるというか酷使されたというか、そうだからもうまたこれがずっと続くので、うん、全然回復してないんだよなマジで、うん、で明日ね荷物まとめて朝で飛ぶんで、金曜日また飛ぶんで、はい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 、ちょっとね、また月曜日帰ってきてっていう、うん、できるだけちょっと休めながらやりたいですけど、ね、ああヘビ男さんね来てくれてましたね、単純に楽しかったよ、デコボコの最後のネタ、リョートがレジのお金ピンハネしたやつ、めっちゃ面白かったあれあれネタじゃないのよ、あれガチなのよあれ、うん、いやでもちょっとあのうーん思うところはあったんで漫才もいやいやめちゃくちゃあんま良くないよ、あの見てる人がいる前でいや反省してるので、だからそこを改善して、いやいや見て分かったからもう、まあ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 、ちょ反省点もありつつね、そういうのがライブですから、うん、だから楽しかった。今回コントがなかったのは単純にもう作りきれなかった、いや俺最初言ったけどネタ作り、うん、あのなんで、ね、できてないみたいな感じのこと言ったけど、はいはい、もうずっと合わせてるの、単純に漫才が3つ良かったのがあったで、あのコントが前やったから、はいはい、ちょっと漫才も、はいはい、前回はねコント多めでやったんですよ、多めでやったから、そうそう今回ちょっと漫才もやってみようかな、うん、まあ、珍しいなと思って漫才、そうそうそう、なんかやったことないからね、そうそうそう、まあ、単純に余裕がなかったんかなというところも見えちゃった、見えたのかな、まあ、でもそう見える人もいらず、あね、だからね言わなければよかったと思ってそこも反省点なんだけどね、まあまあまあ、まあまあうん、まあでも全然、でも結局ホテルでね結構合わせたいね、いろいろとあのもう2週間前かぐらいから、うんうんうん、なんなら早めからやってましたからね、やってますからね、うん、うん、それをあと、うん、動きとかもそうだけど、もうちょい見せれるとこなら見せてちょっとやらないとなと思った僕はカイリ君が突然全裸になったとこが面白かったなぁ、まさかチンチンがないとは思わなくてないないない、やってないから玉2つだけしっかり勃起してましたね、違う勃起してないよ、しっかりとやってねえよ、受けたら勃起するタイプだね、いや逆逆、俺滑ったら勃起するタイプ、それも貴重よ、貴重貴重がいますね、じゃあまず全裸になってないよ、もう本当に今ライブ来てない人みんな、え俺全裸なったのってなってるからえだから配信なくしてるんですよね、違う、あ、ケビさんもおじさんの副業のネタ楽しくてありがとうございます、いやあれはもっとちょっとやらないかなと思った、うん、あれもちょやりたいことぶち込みすぎた、うん、それも反省点で、なんで俺反省点ばっかしてるんだよ、こっちのセリフだよ、落ち着け落ち着け、うん、いやめっちゃね悔しいっていうかもっとできたな、単純にわさびの2本3本がちょっと強かったっていうのもありますよ、ね、だから、うん、あのディアマンティスのネタ先月もやってたんですけど、はいはいはい、で今回は多分シチュエーション変えてね、はいはい、やってましたけどあれは強いね、強いね、だからもう、うん、あれ面白い、ちょっとねバイアスロンもあるから、うん、ちょっとまた帰りと相談してバイアスロン用にちょっとバチバチをかけるようにネタもコントコントね、はいはいはい、コントもねまずはやっていってちょっとわさびに重ねないとなって思ったけど楽しかった、うんうん、またちょっと違う雰囲気だったからそこをちょっと今回なんかねだからお客さんの感じもちょっとまたガラッとちょっと変わってた感じもして、オープニングをもっとちょっとやらないといけないなとか思ったり、うんうんうん、そういうのもあって、いや反省はしてるけどちょっと反省の話ばっかだなお前いやいやいいよもっとできるなと思ったからさ、セックスの話よ、セックスの話、セックスはさ童貞だからお前お前は岡山の話だって、お前知ってる、お前カイリー、うん、あのライブ直前にあそろそろセックスしたいって話してたよ、たまに言うばよ、でも やばいよな本当にしてないんだなと思って、これマジでさ録音して人気者ラジオで流すな流すな、カイリーたまにポロって言うわけ、ポロって言うわけよね、俺なんか日常的にさ、そうそう言ってなんかこう本当にさボケじゃなくてカイリーポロってファって出るさ、でまあ本当に長らくやってないから、いつぶりね元志さんはセックス、僕ですかびっくりして、僕は5月頭です、いつだったかなって考えたら5月頭ですこっちでした、カイリはもう1年くらい俺もう本当にだから1年くらいですよ、まあ、彼女いないからね、彼女別れてからなんで、5月ぐらい5月ですね、なんかだから僕あれなんですよ、この上げ下げが激しいんですよ、その性欲の、ああなるほどね、セックスしたいなって思う時期と別にしなくていいやっていう時期が結構この波があって、激しいんだ、だから別にしたくないっていうかしなくてもいいなっていう、これ疲れた時やるタイプ、いやだからそういうの関係なくて、へえ、俺も疲れてる時2人でいたらもう100ですよ、まあまあそのもちろんそのねその僕はその相手がいましたらやりますけど、うんうんうん、もう全くだからその発情期の時も波が、
発情期があるってことね。多分もしかしたら今忙しいからそうなってるのかもしれないですしね。なんか甘えたいみたいな感じ。もうなんか、まあ、イチャイチャしたい。単純に包まれたいんだ。そうなんかこの優しさにね。いやなんかこの一緒にその認め合える存在が欲しいっていうだけの話なんですけど、うん。優しさに包まれたいんだね。単純に突っ込んだけで。あのだからそういう優しさに包まれたい。早くもういいよ。イチャイチャして。3回言ってるからこれ。あのだから2人で認め合えるような存在と一緒にイチャイチャしたいなっていう。ねえ優しさにね包まれてね、ユーミンかやって言ってよ。ユーミン出てこなかったってこと今。全然出てこなかった。あ、元井さん出てきた。あ、僕は出てこなかった。どっちの方で聞こうと思ってた。名字どっちの方で聞こうと思ってた。全く僕はね、あの出てこなかったんですけれども。なんかでもさ、よく言うのがさ、ほら、みんな、もうあの、ライブのさ、前日になったらオナニーしたくない。いや。え？なんかさ、あの攻めるときに次の日何かあるときに人間ってオナニーして子孫を残そうとオナニーをしてライブの前日は麻雀したい。麻雀ちょっと帰ってもらっていい？オナニーする？あ、分かんない。でも昨日でもオナニーしない方がいい。昨日じゃないよ。昨日じゃないよ。お前こいつマジでさ、昨日さ、だから元さんがほら、じゃあもうだってさ、昨日なんか急に電話してちょったわけよ、うん。で電話の内容もさ、その、うん、明日5時入りでお願いしますみたいな、うん、いやもうその前にもう何回も話してるから、いや分からんさ、いやいや改めて言う必要ないさ、電話で LINE ならまだしも、うん、その LINE で明日5時お願いしますだったら分かるんだけど、うん、電話だから、うん、なんかなと思ってさ、深夜1時、ま、1時とか、ね、1時前よの電話ってさ、なんかあったんかなってなるさ、うん、そしたら明日5時お願いしますって正直 LINE でいい内容だったなと思って、うん、俺直前にオナニーしてたわけだから。見てたらさ、りょうと電話かかってくるから一回出し切って撮ったよ。だから出し切って撮ったんかい。違う、でもあんたの相方もそんなだよ、うん、一回マツケンさんの声で俺オナニーしてる時に言っちゃったからね。マツケンさんの声、違うじゃあ俺は出し切ってちゃんと、もう出し切ってんのにさ、ちゃんと俺失礼だから電話中にね、ねなんかね、勃起させながら電話するのも嫌さでしょ。見えないだろ別に、ビデオ通話だったらどっちもおかしいよ。どっちもどっちもおかしいよ今。お前がおかしいんだよ。いや、でもやっぱこれも反省しないといけないなって思ってね。オナニー中に電話取るな。で、あの終わった直後、とりあえずあのそれに合わせていくな。じゃあコメント読んでいきましょうか。どのタイミングでよ。でもヘビさんとかもさ、うん、来てくれたり、ゴーさんとかトルネードクイド、アスカちゃんも見に来てくれてありがとうね。マキさんもありがとう。これはオナニーの話で今伸びてるんですよね。伸びてますね。減ったよや。ありがとうございます。減ったのもあったね。減ったよや。オナニーの話してた間に。うん、そうっすか。そうっすかじゃねえよ。僕のラジオじゃないんで。明日だからね、本番はね。明日本番なんで。いや本当にもう。明日いっぱいあるんで。まあ、ホテルも綺麗だったよ。何の話ですか？ラブホですか？岡山、ラブホ一人で行くわけないだろ。いや、分からんだそれは。それは人によるだろう。人によるだろう。もうどうしても眠たいときとか。あ、まあまあまあ、それはそうしょう。どうしてもあるだろう。デリヘル嬢呼んだりとか。そうそうそう。そう、ホテヘルがあるさ、ホテヘルが。ハピリー雪村さんが、で、何のジャンルが好きなのか？ああ、掘り下げんな。僕はですね。昨日は何見てたんですか？僕はヤリサーです、昨日。ああ、ヤリサーですか？僕は昨日ヤリサーです。答えギャルシベ長者ではないんです。昨日はヤリサーの気分でした。まあまあまあ、たまに気分変えないといけないときはありますからね。はい、まあ、ロリモノだったり。熟女ものだったり。最近は何がブームなんですか？僕はですね、あの人妻もの、団地妻、あとあのヘンリー監督がいる。回収しないよ俺は。ヘンリー俺は回収しないよ。はいはい、ヘンリー監督わかります？名前ぐらい聞いてる。なんて言えばいいんだろう。俺はもう回収しないからね。昭和チックなドラマ、はい、自分らでどうにかしてよ。やってて小川由里さんが自分らでどうにかしてください。小川由里さん最近団地妻というか、俺はもうそういう系多いなって思って。だからまたジャンルを変えて、キャラ付けでしょうね。どうしてくださいね。どこでもいけるよっていう。うん、で、バチバチやっぱり反省点はいっぱいあります。バチバチの反省点は今日いっぱいあったな。うん、いっぱいあった。気持ち悪い話。あ、でもゴーさんが、りょうとくん、ヘンリーいいよねって。あ、そう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 。そうそう、わかってる。そう、田んぼでな。田んぼとか、そういうなんか昔のな、設定で。田んぼで、一生懸命働いてる妻。妻を抱くみたいな、なんかドラマチックにね、奥さん、隣の奥さんを、隣のまだ結婚してないあの都会から来た男の人が住んで、うん、そのね、イチャイチャをするっていう場合、あれいいですよね。僕はあんまりそこがハマらないタイプなんですよ、そういう乗っかるな。
僕最近ハマってるのが、なんていうお金払ったら、その病院なり温泉なり誰でも入れて OK みたいなシリーズがあるじゃないですか。最近増えてる。それはいいですね。最近定時制のなんかそういうやつ。俺はもう本当に俺はマジで止めないんで、回収もしないし、もう自分らでどうにかしてもらう。妹、本当にお姉さん、お母さん当てろみたいな。あああれな、あの母妹とかあれ赤い葉っぴ来た女の人あれ人どんな人で喋ってんかなって知らん、思わ俺は知らんよ。あれ、あれ、あれもう僕らが中学校ぐらいからありますよ、あのシリーズ。そうそうそう、めちゃくちゃあのシリーズあって面白いっすよね、あれね。昔から何ですか？何ですか？いや俺は何ですか？わかんないです。何か言いました？何かわかんないですよ。何かあります？人妻がなんとかピーヒャラヘンリーって耳でつぶやかれました、今急に。帰りはなんじゃ、なんじゃ、いや、こんじゃ、いや、見てんばる、いや、エブ。いやいや、見てます、見てます。なんでよ、なんかよ、いや、こんな人からよ。いや、だから、俺は、じゃその、君たちみたいな、その、これがなんとかって喋れるほど見てるわけじゃないから。いや、でも、何か女優さんは分かる。女優、好きな女優。ああ、だから、その、それ言ったね、東海オンエアでが大好きな戸田誠ちゃんとか、はい。本当に戸田誠好きよ、お前。ああ、いや、でも、なんか可愛らしいですね。じゃ戸田誠で、じゃあ、本当に。これ良かったみたいな。ああ、これはこれはもう、ね、お前一応もうこっちはもう戸田誠もうずっ、ね、もうデビューから知ってるからこっちは。違う違う、だから俺だから そんなに詳しく喋れないからっていう話なんですけど、はい、ジャンルはどれが好き？ジャンルはじゃん。ジャンルって言われちゃけ、あのなんか先輩となんかそういうちょっと危ないセックスは見ないでしょ多分。うん、その乱交とか。あ、見ないですね。レイプともとかは見ないでしょ、うん、絶対見ないですね僕は。どんでもメンヘラさお前関係ないだろ。メンヘラ何見んの？メンヘラとその AV は関係ないだろ。ほんとマジ、どんな系、単純にどんな系ってなんだ。なんかさ、あのパラグライダー乗ってからさ、戸田誠とそれにあのことって書いてある、あの楽器のことです。ああですよね、確かに。誠です。戸田誠の作品1個覚えてるのは、ほうほう、あ、ラクレットチーズのやつね。だからそれ禁止って言っただろ。オードブルのラジオでしかできない話だろ。これ禁止ですか？すいません。禁止だよ。気象い話らしいんで。最高ですよあれ。絶対言うなよお前。はい、すいません。なんだっけ、あのだから結婚のなんかコンサルタントみたいな。野々村誠の作品やめてる。ないです。号泣してないです。ないです。あの作品もいいよ。絶対ダメだよ。まあ、普通シンプルに気になるだから。本当にだからその結婚のコンサルタント、はいはい、ああ、はい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 、はい、あれは見た、なんか見た記憶ある。あれいい、ね、確かはいはいはい、はい、あの記憶はすごい覚えてる。はいはいはい、はい、それ以外にも多分何個か見たはずな。あ、お部屋のやつとか。お部屋のやつ、部屋紹介のやつ。ああはいはいはい、はい、確かあった気がする。はいはい、でもそれぐらいしか覚えてないな。逆にマジックミラー号とか見ないタイプだ。あ、マジックミラー号は昔見てたな。昔だな、やっぱりな、うん。今もさ見たいけどそこまでなんだよな。はいはい、はい、なんか、なるほどね。戸田誠がまだその SOD スターに仲間入りする前の絶倫ツアーっていう作品があるんだけど、そのまあ本当にこんなってかくつけるのは違うんですけど、うんうんうん、中堅みたいな、ちょっとね、今からの人たちが出る作品があるんですよ、うん、なるほどね。ファンを呼んで絶倫ツアーっつってトラックみたいのでそのいろんな旅行行くのがあって、その時今戸田誠が出てて、あれいいですよ、はい、まあ、そのもうまだ上り詰める前の。なるほどね。それを見て今上り詰めてるのを見ても面白いですよね、この辿っていくっていうスタイルも。戸田誠ちゃんは結構ハードなの多いんで。あ、誠は結構いじめられ役が多いんで、ちょっとハードなのが多いんで、 M 感じというか、まあそうね、うんうん、僕はもうそこにドンピシャにはまっちゃうというか。なるほどね。はいはい、はい、はいろいろあ、埼玉高さんがサドルネタ好きって、あ、サドルにだからこう動くやつが入って、はいはい、ああなるほどね。そうそうそう、それってなんかもう面白くないの、一瞬。だから昔はなんかこういうのを結構見てたイメージが、うん、俺たちもあったんだけど、もう今もうボケじゃんそれは。ボケな作品多いよ。あ、まあそうか、確かに。 あれ見たことある。なんかさ、ストップウォッチ押したらみんな止まるみたいな、うん、ああで家族が止まるみたいなのがなんかあるね、そういうのも。可愛い兄弟のところ止ま、うん、なんか侵入しておる。はいはいはい、でポチッと止めてね、うん、でもさ犬だけ動いてるからどういうんだよね。俺もう笑っちゃったもん。これ人間だけなんですよ止まるのは。あ、そうなんだ。それまで言ってもらわないと、あのもう動いとるやんってなんか時が止まるって言うもんな、うん、時止まってないやし。犬は止まれんさ。あとさ、ちょっとなえない、あのなんかもう声出さなくてもできるんだってならん。あ、大丈夫なんだってな。いや大丈夫だよ。
大丈夫だよな。リョットごめんね、大丈夫だよ。パフォーマンスだって、いやごめんね、リョット。ここでなんか童貞を童貞の、いや声出さない時もあるよ、もちろん。そりゃそうよ、そりゃ。まあまあいろいろな。そりゃそうですよ。え、あるの？ありますよ、童貞兄さん。そうですよ、本当に。そうなの？そうです、童貞兄さん。だって声出さない時もあるでしょ、もちろん。はい、出さなくても、出さなくてもいけるじゃん。ファンタジーの世界だからさ、出ないっすよ。あ、そうなんだ。いや、フィクション出してるんですよ、あれ。そう。あー、ちょっとあれだな、言わないでほしかった。ああ、なるほどな。ねえ。でもなんかその雰囲気って大事だから。そうそうそう。雰囲気を作る上でそういうのはやっぱ大事かなとは個人的には思いますけどね。まあ、うまさってほぼないと思ってますよ。うん、その感情ですよ、あれ、単純に。彼女とかそういうのをやるときって。感情ですよ、全部。大事かも、本当に。その場のこの空気感とその自分と相手の関係とかいろいろありますけど。女優ですから。そう、プロなんだよ。プロです、あれ。プロですよ、うん、それはもちろん。これ、密着してほしいよね。何をですか？こプロの。あ、でも、やってるさ、アベマで。知りません、すいません。嘘。テリー伊藤さんの番組。すいません。詳しい方がいます、なんか。なんか詳しい方がいますけど。密着する。昔もやってたのよ。なんか、あなたのお仕事のお金はいくらですかっていう。そう、それが今アベマでやってるんだ。そうなんだ。面白いよ、ぜひ。知らないですね、僕は。こんな話をするために来たんですか、今日は。元さん、皆さん、あ、最近シミケンの YouTube にハマってて。あ、でもシミケンの YouTube 面白いらしい。めちゃくちゃ面白い、うん、めちゃくちゃ面白い。ケンさんも見てるやん。本当にシミケンの YouTube は本当本当に最悪ですよ。最悪シミケンさんが、シミケンさんが。そうなんだ。いや、あの人やばいから。まあまあやばくないとな。あそこまで登り詰めてない。あんま言いたく、言わん方がいいね。あ、わかん、まあ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 。あのこのなったのはどういうきっかけかとか。最高だよ、シミケンさんの、うん、ね。普通におっぱい触ってるよ、女優の。すごいね、らしいですね。最高ですよ、あれ。すごいよね。面白いですよ。本当ド変態なんだなっていうこの人。なんか最初さ、転職のそのシミケンさんの YouTube が出る前に、はい、あの。チンコくんっていうなんかキャラクター、あ、なんかあったな、あれがバンされてしまって。あったわ、昔。あったあった。何それ。ありましたね、チンコくん。なんか喋るわよ、チンコ、一緒に喋って、うん、あ、今日 AV 規制みたいなトレンド、あれもん大問題です、あれ。どういうこと、あれは。そう、そう、今もう本当可能性があるんですよ。あ、そうなんだ。 AV 規制が入りそうで。どういうことですか、それは。あ、だから本当にレイプとかももともとダメじゃん。ああ、そうね。あれはもうなんていうの、うん、フィクションだから。でもそれもなくそうって話だった。ああ、そう。AV 感なくなるかもしれない。あ、なるほどね。あ、フィクションですら全てってこととか。ダメなこと。みたいな話ですよ。ね、内容詳しくわかんないですけど。そういうのがとっても、あ、そうなんだ。やっぱこのもう。でもよく、俺逆にあれなくなるともっと増えますよ。ね、確実に。そう思う。風俗と一緒ですよ。うん。なんで風俗があるのかって話なんですよ。確かに。確実に増えますよ、あれ。ね、そうだよね。だって帰りもそうじゃん。だってそう。え、どういうことですか。帰りもそうでしょ。いやいや違います。なんか良くないな。本当にキラーパス今蹴りましたけど、僕。本当にね。これはあの見逃している、うん、スルーしていいですよ。今のダメなところが出たから、あとただボコボコにしような。そうそうそう。でもこれオイルじゃなかったなと思って。これスルーすることによって、うん、俺がまたそういう人っていう風に。どういう人だまそれ。一旦ごめんなさい、言いなさい、あんた。すいません。本当に本当にオイルだと思っちゃった。木曜日と勘違いしてると思っちゃった。違うやつだよ。すいません、うん、本当にここに座ってると。オイルはもういないよ、うん、これもう良くないよ、これもうオイルでいいやいつまで。達也さんがオイルはもういないよ、死にめんどくさい。達也さんが来てる、さっきのライブとの温度差が。いやもうでもさっきもこんな感じでしたよね。いや舞台上とは全然違いますよ。違うんですね、まあ、だって ラジオですからね、うん、じゃあ終わりましょう、一旦終わりましょう。一旦エブの話、一旦エブの話終わりましょう。そうですね、エブの話終わりましょう。一回 CM でも行って一回リフレッシュして、うん、2人の岡山の話しましょう。ああ、岡山、はい、じゃあ今やりましょうか。俺ら CM 全部最後に、うん、最後にやるタイプだから、ね、はいはい、岡山はもういい温度だった。いい温度だった。なるほどね。やっぱ温度大事ですからね。気温めちゃめちゃ良かったですよ。気温大事ですからね、うん、昼間はちょっとね24度とかまで上がりますけど。何が良かったって、うん、営業先から
もうすぐだわけ。橋渡ったらすぐあるわけ。ホテルと、はいはい、ホテルとその会場がもう目の前なんですよね、はいはい、めちゃくちゃ。岡山ごめんなさい、僕も地理は得意な方なんですけど、岡山僕は桃太郎以外は知らないんですよ。あ、でもみんな言うね。どうでした？桃と、本当岡山の人に申し訳ないんですけど、きびだんごと、はいはいはい、ぐらいです。あとあとだからジーパンがね。あ、なんか言ってたね。そうそう、結構有名なんですよこれ。どんなちょっと調べていい？ジーなんだっけ。だ2個あるんでしょ、でしょって場所がね、2個あるんですよ。小島ジーパン団子だっけ、なんだっけ、デニムです。そっちデニムソフトとかデニムまんじゅうとか、うん、デニムまんじゅう、本当は俺デニムバーガーが食べたかったんだけど。あ、食べてないんだ。デニムバーガーは売り切れっていうか、販売中止になってて。なんでだろう。あ、これね、デニムバーガー、これ、うん、そう見た目はちょっとなんか なんでこれで行こうと思ったんかな。岡山のデニムが有名だからですよ。その場所がデニムストリートっていう名前ついてて、デニムが売ってるんだね。デニムも売ってるし、うん、そのだから街並みがとっても綺麗。あ、ちょっと写真見ます。俺いっぱい撮ってきましたけど、単純にそういうね、だからその岡山の人とかからしたら沖縄って綺麗なわけじゃん。そう、やっぱ知らない土地のそういうところっていいよね。だからこんな感じだ、街並みがね、こんな感じなんですよ。あ、好き、いいですね。めちゃめちゃいいんですよ、こういうの。いいね。でその間リョウトはホテルに寝てた。そうそう、リョウトはこの間ホテルに寝てるんですけどすごいな。僕がこれデニムソフトですね、こうやって、ああはいはい、青い。これだからどっちかっつったらさ、うん、あんまり行かない人だから見れるかな。ちょっと見せてあげて。こういう街、これ見えるかな。あー、めっちゃ見えるじゃん。あ、こういう感じの街並みで江戸みたいな、なんかこれデニムソフトです。これがいいっすね。こういうの楽しんでる。岡山いいっすね、やっぱり。こういうジャンプ、はい、まあ、正直なこと言うと、うん、なかなかタイミングないわけ。やっぱ沖縄の人からすると旅行って行きづらいから、ね、うん、やっぱ東京、うん、大阪あたり行っちゃうんで、こういう、ね、うん、こういうやっぱ岡山とかさ、そうそうそう、なかなか行かないわ。なかなか失礼ですけど、やっぱり行かないんで、うん、その中やっぱ営業とかのタイミングで ね、いや見た方がいいよ、りょと。いや普通に出てたな。だからその今のがその倉敷っていう場所のあのデニムのところで、こっちは結構でももう岡山の中でもあの観光名所になってる場所で、もう一つこのジーンズストリート、ジーンズがめちゃめちゃあるところ、入り口がもうこんなしかでっかいジーンズ、おもろいね、めっちゃでっかい、こんな感じで。ああ、これいいね。で、あの駅降りたらもうこんなジーンズめっちゃ飾られてる。わかる、これ屋根にめっちゃジーンズ、これ干してるんじゃない？何これ、こう、じゃあ普通にもうこれが飾りなのよ。うーん、だからそのこれが街の中にもいっぱいあったりとか、あとなんかそのまあこのこうよくある絵あるじゃないですか、こういうジーンズの絵がこうやって描かれてたりとか、それが有名なんだね。そうで、ここにめちゃめちゃジーンズのなんて老舗のお店があったりとか、でいろんなジーンズのお店が並んでるわけですよ。めちゃめちゃ。岡山は？岡山ってどこだ？岡山は中四国。中四国に当たるんかっちゅう、うん、あっちは。だから今回福岡もさ、中国、うん、中国地方ですね。福岡から行ったから、うんうん、電車で。中国地方ね。中国地方なんです。まあ、なかなか行かないですね。ね、普通行かないよね。岐阜しか行ったことないだ、本当に。あ、岐阜も行かないの。岐阜とか山口とか。はいはい、まあ、あちら辺もなかなか行かないところではありますけれども。いいぐらいの人だってよ、みんな。あのなんかちょっと俺もそれはよくわからないです。こう、バーっていっぱい集まってるわけじゃなくて。ちょっとごめんなさい。いいぐらいの好き具合だったけど、ね。好き具合だった。いやでもだからその僕らが行ってた場所は岡山の中でもその都心の方というか、まあ、都市部の方で、で僕が行ったその小島とかはもう結構離れた場所なんで、あ、新幹線で1時間ぐらいの場所なんで、うん、あの1時間もかかんないかな、でも結構遠かったわけですよ、うんうん、だそこに外れるとやっぱでもその田んぼとか自然がやっぱ綺麗で、そのあんまり人もいない感じだけど、その街並みがやっぱ綺麗っていうのが、新幹線のチケットなくした話は怖かったな。帰りそうそうそう、なくしがちだから、こういう時あるよな。そうどっちかって言ったら、まあ、だから正直な話ね、このステージ上ではチケットなくしたのはどこで、中でってこと、中で、あ、新幹線乗ってる中で、乗ってから降りた後にあれないってなる。ああ、なるほどね、はいはいはい。だからこの場合仮になかった場合さ、
どうにかいけるんじゃないと俺は思うけど、そうだから俺正直ね、うん、正直だからその舞台上ではもうやばいやばいってなったみたいに言いましたけど、一応マジで一切焦らなかったです。 だってその拝見とかないか、新幹線だから。ないないない。でもどうにかなるでしょうと。そうだから俺はもうあの新幹線高いわけよ、めっちゃ、うん、1万2000円だよ、あんな、うん、あだって俺ら博多から行ってる。あなるほど、ね、定時高いわけよ。これ事務所からもらってたの最初。もちろんもちろん。いやもらって切符から、それとも、あいや普通にお金だけね、お金をもらって、まあ、どうにかなるだろうと思っちゃうけどね。そうで、あならんよや、普通だったらポッケ探して、俺が焦ってたよ一番。ポッケ探して俺が、あないな、あないわこれと思って、そのままいや、こんな人どうする、いっぱいいるさ。そうそうそう、 100% どうにかなる、俺以外もいるからどうにかなると俺は思っちゃう。とりあえず駅員に言おうって、最悪自分で払えばいいから。とりあえずお前はな、最悪自分で払えば、まあ、俺も一応そのつもりでした。最悪だよ、最悪、まあ足りない分は自分で払えばいい。しょうがないさ、これも。いやまあもう一番にせえよ、もうタバコ何個買えるから。タバコやしや、他に使う。500いくらお前のタバコ、60円高くなっちゃう。いいよ別にその話は。タバコ500じゃない、600円だよお前の、うん、アメスピ。いいよ、タバコの話どうでもいい。当たり前、誰がタバコの話聞きたいわ。え、こいつ俺より高いってタバコ知らん。俺580円。タバコ吸うなもんお前。いや600円すればタバコ吸いに行くな今ミキサーの仕事中に。だから博多も行ったんだけど楽しかった。博多だからなんか俺すごい得した気分になったなと思って、その岡山行って、うん、俺岡山も観光してるじゃん、うん、でプラス博多にも行って、うん、で博多もちょっと時間あったから観光もして、うん、福岡付近もね。だからちょっとね、あの2軒旅行行った気分になれた、うんなね、からすっごい得した気分、はい、本当に。いいじゃないですか。で来週、今週が名古屋でしょ。名古屋ですよ。名古屋はもうね、岡崎がありますから、我らが。我らが岡崎です。はい、今度はこっちのターンです。そうです。岡崎には何があるんですか？いや、東海オンエアですね。そうそう。YouTuber のね、東海オンエア。じゃあ、ここ本当にさ、これは初日余裕があるわけでしょ？そう、1日目だから。でも午後入りな、午後付きなんでしょ？午後付きなんです。って中ですよ。うん。3つ回れるかって話じゃん。そう、だからね。だから、暴れん坊チキンと、満腹屋と、ギブサチ3つ回れるかって言われると、この3つは何、これはもうあの東海オンに出てくる、そうそうそう、東海オンが単純にメンバーが大好きなお店だから。ああなるほどね。これがもう動画にめっちゃ出て、美味しい美味しい言うもんだから、うん、今ディズニーぐらい並んでるわけ。あんなにマジで。そうそっか、600人ぐらいディズニーぐらい並んでるわけ。これリアル、ね、普通のラーメン屋がディズニーぐらい並んでるわけ。そうだから本当にもう、だからもう多分俺の1店舗です。本当に1店舗、飯は1店舗。満腹屋でプラス、満腹屋はめちゃくちゃうまそう、後で見せましょうね、うん、プラスね、岡崎城とかに行けたらいいかなって。パネルとか置いてあるじゃん。あそう、岡崎城とか、うん、そうそう、ごへんもち食えよ。ごへんもち食う、ごへんもちだって食えるし。ごへんにちはって言うよお前。わあ、ごへんもちはね、ごへんもちはか、ごへんもちはね、ごへんもちはね、ごへんもちはあのどうか面白かったよな、あのムシシックスな、あーめっちゃ面白かった、あの時のな、ごへんもちはな、ごへんもちは。いやだから利光がね、そうそう、岡崎城に行ってこのごへんもちを食べてる人がいるっていうのを、うん、あのその虫眼鏡に言うわけよ、うん、で虫眼鏡はその確率はどれぐらいだからって言って、お金をかけるわけですよ、うん、お金じゃあるメガネかけたら、メガネかけたら、お金なんかかけたら本当賭博だからダメ、うん、そうですよ、メガネだからね、まあメガネは日本、ね、円にすると、ね、といくらですねみたいな、みたいなのがあって、うん、でそのメガネをかける、うん、でまあいくら何メガネ、もし五平餅を食べてる人がいたら利光には何メガネあげますよっていうのを、うんうん、300万ぐらいいってました。300万メガネ日本円にするとね、もう何百万っていう。でも虫さん払えるから。そう、虫メガネはあの貯金で何億って持ってるんで。はっ、夢丸の面白かったな、うん、夢丸の面白かった。1億メガネぐらいいってました。すごい散歩でした。あれそう、岡崎城を一周してその間に小銭が落ちてる。そう、お金が落ちてるっていう、すごい散歩でしたよ。で散歩してて落ちてたしな。そうだけど夢丸はたまたまその虫眼鏡と話して歩いてるときに、うん、あのその下に落ちてるの見てなかったわけよ、はあはあはあ、他メンバーが見てて、うん、これが2億ぐらいの価値があるっていう、あの時までは死に震えるぐらい面白い、ね、マジ見てほしい皆さん、あの東海オンエアの虫シックス人気がねバカ上がりですからね。とりあえずだから僕はあの、まあ、一旦どこ今で決めてた方がいい。いや俺はもう満腹屋に行こうと思って。あ満腹屋いいです。何これは何、ラーメン屋です。ラーメン家系のラーメン屋です。あ死ぬほど行きたいな。一口目が一番美味しいって、で完食者もう来ない、あそうなんだ、っていうぐらい味が濃い、もう濃くて多いからね。そうあのまあ特製ラーメンですよ、だから僕頼むのは。いやだからあのまあ本当に言っとくけども、俺名古屋では絶対一緒に行動しないからさ、もう一人でずっと行くからさ俺。これです満腹、これです、うん、これはうまいよ。これは一口目がこの世で一番うまいって。ギブサチもいいですよね、ギブサチも行きてえなー。
幸男さんと写真撮れるよ絶対なあ行ったら。いやーむずいな。リブサチ見ます？リブサチもうまそうっすよね。リブサチもめっちゃうまそう。リブサチもうまそうっすよ。あー美味しそう。幸男さんっていうのって。そうラーメン作り女性男です。おっさんおっさん、王だからね。ちょ死ぬほど面白い。東海オンの動画にいっぱい出るんだけど幸男さんね。そうそうそう。やばい人だ、幸男さん。え、プロレスか？違う。ゴリゴリのおっさん。あ、普通のおっさんなんだ。暴れん坊チキンもいいですね。暴れん坊チキンもね。暴れん坊チキン聞いたことある。冷えた手羽先。そう。が美味しいらしいんだよね、めっちゃ。びっくりですけども。ちょっとなぁ。まあちょっとだから僕は本当にちょっと東海オンエア聖地巡礼を。いいなぁと思うよ。ちょっとマジお金渡すんで。グッズ買ってきてって。グッズ。いくら渡しとけばいい？一応5万ぐらい。多さよ。どんだけ買わすか。いくらぐらいなのかな。だからね、相場はちょっと分かんないですけど、だから個人的に R コーヒーも行きたいんだよな。あははは、りょうくんの。そう、やってるコーヒー。あ、りょうさん？りょう。やってる、そう、コーヒー屋さんやってるわけよ。コーヒー屋さんもやってんだよ。そう。だからちょっとね、そう、もうみんなコメントピターってやめましたけどね、この話してる。7月じゃん。まあだからちょっとそういうのもちょっと行きたいなって。レアキャラでデッパさん出てくるじゃん。ああ、ね、デッパ最初はめっちゃ出てたけどね。出てたよね。激渋シャバタロね。激渋は今やってる。激渋シャバタロ。ラグビー選手はもう出てる。プロラグビー選手ね。うん、増田くんね。でもあの人たちはあの人たちで YouTube やってる。あ、そうなんだ。普通に仕事してるから。あの社長。そう、仕事しながらなんか遊びで。豚もいる、豚も。豚さんね。豚さん聞いたことないの。成田モータースの豚さん。成田モータースの社長っすかあれは。あれは社長だと思います。社長ですか。ぴったりやんだな。車屋さんです。車屋さん。車屋さんやってんだ。そうそうそう。そうそうそう。まあなんか他にもちょっと名古屋でおすすめなものがあったら教えてください。ライブのオープニングよや。この話やってたからな。みんなポカーンってやつですよ。ええ本当にあの知らない奴らが悪いですから。だからさ今日さマジその具志堅さんが、うん、クライベビーの話しとったさ。で俺クライベビー買ってたじゃん。うん、こいつが東海の話しとき俺買ってたじゃんリサイタルズ。かけてた。ガン無視してから。マジで聞こえなかった。隠したの。全然聞こえない。リサイタルズの曲かけてたっけ。俺全然聞こえなかった。ごめん。お前らやるなちゃんと。喋ることに集中。ちょっと気ぃ利かして東海オンエアにしてたのに。やば、申し訳ない。ガン無視してから IA。申し訳ないそれは。と思いながら。そう、そんなことありました。かけてましたよ曲。全く聞こえてなかった。どうします、元志さんとじゃんけんして負けたらいかないっていう。ああ、一応やっと、一応負けたらもうダメ。負けたら岡田禁止。いやだよ。その代わり俺が行くって。いや、俺はホテルずっといるから、その代わり俺が出て。そうそう、お前はホテル監禁です。絶対嫌だよ。最初はグー。絶対嫌。一回一回やるだけ。最初はグー。じゃんけん、ほい。負けるやし。じゃあもう僕が監禁。いや。じゃあお金を俺が。いや、俺マジ本当にルール破ってもいく。マジで。俺本当にルール破ってでも行くよ、マジで。マジで本当に昔からこいつは好きだからルール破ってマジで絶対行くからさ本当に。でも思ってる以上にやっぱ大ファンですからね本当に。僕も大ファンですけど毎日見てますから僕も本当に。俺もさだから高校の時さ、うん、まだ一人で哲也さんが喋ってる頃から見てるからさ、うんうん、いや本当にあの頃からね、うん、すごかったです。で次に誰が来たんだ。虫さんはもう本当に一番最後でしょ。友達でも何でもなかったんだよ、ね、いやいやガストの先輩です、うん、ガストのね、アルバイトの先輩だったから多分順番で言うと哲也、としみつが一緒に撮ってるんね。そう、としみつが最初一緒で夢丸、両芝生、両の友達だけど芝生は。そうそっかそっかから結構話して虫さんですよ。そうで途中で顔出しあんましなくなる。そうそう、ね、で あれはあの教員の小学生小学校で仕事してたんですけど、小学校にいながら、副業ゴリゴリにやってたから、で、バレたんですね。バレて、しっかりバレて、うん、校長先生どっち取るって言われて、うん、東海を取ったんですよ。なんかどうやらね、その虫コロラジオって虫さんあの個人でラジオやってますけど、はい、それでも喋ってましたけど、なんかもうその最初はあれだったんですよ。その教員採用試験落ちて、うん、なんかそのメンバーになんていうの、うん、入るその小学校ってさなんかあるじゃん、うん、この正式に採用されてる人と1年間しかできないみたいな人、うん、だからその1年契約の人やってて、うん、でその次の年に教員採用試験受かったんだけど、うん、正式に、うん、受かったけどでもその時はもう YouTube が楽しすぎて、うん、もうどっちにしようかなってすごい悩んでたらしいな、うん、でそんな状況でこの校長先生にバレて呼び出されて、うん、どっちにするのって言われたから、うん、あもうじゃあ楽しいからじゃあ YouTube やろうって言ってガチファンやしょこいつやるっていうことだったらしいんですよね。メールの方も来てますかね。ありがとうございます。
ナナちゃんから来てますね。デコボコタルベンさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ナナです。本日行われたバチバチのお疲れ様でした。1本目はデコボコタルベンさん、あ、書いてくれるんだ。1本目はデコボコさんに丸つけて、2本目3本目はわさびさんに入れました。初めてライブ見ましたが楽しかったです。終わった後写真撮れて嬉しかったです。バチバチを見に行った理由は、6月19日日曜日に爆笑お笑いフェス in 沖縄を見に行くからです。6月の FEC のライブは行けないけど行けるときに行きますね、ということで。爆笑お笑いフェス in 沖縄って渡辺さんかな、ナハートでやるやつでしょ。うん、あ、はいはいはい、あのちょっと大きめのやつですよね、はいはい、ありますよね。はい、あ、さっきのあれだね、うん、AV のやつのことも来てますね。ヒカルさんからですかね。なんかトレンドにも入ってるからね今ね、うん、ツイッターの。まあそのなんだなんだ、ちょっと長いな。ちょっと長いから、いや、明日俺が読むよこれ。明日俺らで読むよこれ。本当にこんなにあれニュースになってんだ。結構大変な状況みたいですね。明日僕らで読むよ。あ、ちゃんと見よ、ちょっとチェックしよ、ガチでチェックしよ。ちょっと読みなさいよちゃんと。カイリ君、リョット君、キャンサーリスナーさん、こんばんは。アラマシケラジオネームヒカルです。カイリ君、リョット君、バチバチお疲れ様だ。実は今日の放送直前にツイッターで立憲民主党が性犯罪対策か分からんけど AV など HK など禁止にする法律が検討されているのをツイッターで見て、早くもそれを批判する人たちのツイートで溢れている状況でさ、カイリ君、リョット君、キャンサー、あとリスナーさんもこれは反対だよね。だってその関係の業界の方々も抗議しに行くし、これを考える暇があったら他のことやれようと思った。バカげてる気がする。ではまたメールします。今日も放送最後までチバリを。まあ、だからそうですよ。だから結果はそのAV 監督だとか、そういう仕事の人たちは職をなくすわけですよ。結果米軍基地と一緒なんですよ。米軍基地なくせなくせ言うけど、じゃ中の人たちの仕事のことまで考えてるかって、うん、そう、後にどうすんのって、ね、そこまで考えた上で反対をしないと絶対ダメです。そうそうそう、ここまで来たか。まあだからそのなんか規制が厳しくなるとは言いますけれどもさ、なんかそのじゃあさ、本当にさ、俺たちが中学校高校の時はまたガバガバの状態だったね。いやいや、ガバガバや。あの時だってもうその SNS 系とかも全部ガバガバだったから ね、うん、まあまあ、だからツイッターだってさ、もう変わるかもしれないんでしょ、うん、あの買い取って ね、うん、その新しくね、お金払わないといけなくなるとか聞きますからね、うん、やりづらいだ。僕らが多分学、まあ、小学生ぐらいがピークなんですよ、やっぱりお笑いなりなんなり何やっても OK みたいな感じ、うん、まあその、うん、面白ければみたいなのが、お笑いですよっていうね、それが今通用しないんで。まあまあ、だからその時代ではありますけれども、ね、なんかそのそれをまた規制しすぎると、それはそれでまたちょっと違うんじゃないかなっていうのもありますけど ね、 そのね、あの、まあ、この時期になるとやっぱ米軍地のツイートが増えるわけですよ。まあそうですね、すごいですよ毎回。そうなんだ、めちゃくちゃ来ますよ。え、見たかとお前なんかって思って、うん、あの本当にマジャさんそんなの一切思ってないよって、うん、そうそう、本当にマジャさんガチガチのお笑いでしかやってない。そうそうそう、見て言わんとって思うわけ。大変だね、本当にその通りですよ、ね、もう大変ですね。ほら、もう元氏さんが立ち上がるしかないですね。そうだって反対っていうそんなライブしながら軍用人の人が言ってるわけですよ。あ、そうだよ本当に。だから俺マジャさんに言ったもん、ちゃんと、うん、僕一応2年目ぐらいかな、軍用人種なんですけど、うん、感情どうするんですか。いや、お笑いだからって話の落ちたんですよ。お笑いだから、うん、そう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 。わぁ、まーちゃんさん今年出るんでしょ、ついに。そう、僕らは今年出るんですよ、お笑い米軍基地、ついにね、やらさせていただく。どうすか、今のところ、一応、今のところも、まーちゃんさんも楽しそうに、昨日も結構だったんですけど、キラキラ笑いながら、これはこんなしてからっつって、俺ら何やってるばって。俺、多分1本目のネタになると思うんですけど、僕も出てるやつで、はいはい、うん、本当に宗教みたいな釣りやばいやつがありましたよ。そうね、お楽しみだよね。やってたっけ俺が。それちょっと見たいね。どうい、本当に面白かったっすね。これはね、流せないから ね、 そうすね、ぜひね、僕らが出るコントも、あ、お前らそれやるんかいみたいな配役だから、うん、ちょっとね、お前がおかしいでしょ。りょうたまだ分かるわけよ。そう、ああいうテイストになるから。見た目的にはね。いや、あかちゃんおかしいでしょ。俺、お前がと思ったの。俺自分でびっくりしたもん、配役見たときに。俺、まあ、って。発表してますけどね、これ。あ、そうなんだ。配信で、配信で。あ、そうか。あ、やってんのか。俺も、まさかね、こんなのやるとは思わんかったから。だから、一回、一回、髪全剃りですよ。いや、ね、で、ちょっと金髪みたいな。嫌です。嫌です、それは。それも経費で落ちると思う。いやいや、嫌です。那覇は初日売り切れ。お手足も売り切れです。あ、わあ、あと名古屋だけで、那覇2日目ちょっと残ってて、あの名古屋死に余ってます。お願いします、はい、まあまあまあ、します。ぜひもう時間ということで、もうあと30秒ぐらいなんですけれども、あの来週もこの時間やりますので、ぜひね、あの遊びに来てください。ありがとうございます、ということで本日ね、こちらラジオやりました、デコボコタラメンの帰りと両津と
明日エブナーします。もこもこでした。はい、明日も聞いてください。ありがとうございます。すクレヨンしんちゃん見た？映画まだ見てない。見てくる？いやじゃあまだ前やってた映画が上がってんの。あれ見てないわ。今日見ようかな。明日豪華だから仕事。見てもいいかも。1時だから。1時じゃん。バイト面接受かったのよ。あれ木の実さん聞いてたんかい。さんこれここで食えたりします？これ？ここで食おうと。もうお家帰って食え。あ、りょうと、馬刺し買いに行ったぜ。おお、どこの？どこの？中本。中本行ったんだ。やばかったな。見た、種類、なんか選んだ。選んだ。いくらでした？600円。ああ、安い。死に安い。安いわけよ。馬刺しが。500g ぐらい。前のバイト。結構あるよね。俺のバイト先では、普通にうるま市多いわけよ。馬刺し屋さんが。行ってほしいわしね。でも行くのめっちゃ大変。まあそうね。昆布の方のところ。ん？どこの行ったんですか。昆布。昆布のところ。あ、八人昆布からね。うん、夕方以降の方。車止めるのも大変。そう。ちょっと前よりか駐車場広めになってるけど。うん、とはいえあっち出し入れめっちゃ大変。うん、あっちが儲かってるから第二駐車場もあるわ。すごい、ね。食べてぇなぁ。疲れたぁ。今度牛刺しも一緒に買おうかな。牛刺しはもう売ってない。もうとっくに。売ってない。俺行った時牛刺し置いてあったけど。あ、そうなの？馬刺ししか飲んでない。あ、うん。飲んだことありますよ。美味しい。焼きもあったりするか。馬刺しはたまにじゃないかな。茶味噌の炭酸でしょ。あ、小田原さんなんだ。小田原さんらしい。え、新しいやつ？はい、1日目は岡山、茶味噌飲んでる。まだ韓国になら言ってた。へぇ。美味しかった、韓国の居酒屋。ひふみさんと馬刺し。馬刺し食いたいね。死にうまかったこれ。え、油がちょっと乗せるやつ選んだ、キャンさん。ちょっと、あれやっぱいいよ、油が選べるから。キノザルも行ってほしいな。もっとやばい。とろける。へぇ。あ、でもギノさんも噂では聞いたことある。結構有名らしくて、ね、うん、俺びっくりしたの。あ、まさしはあれ、具志堅の具志堅まさしの具志堅。疲れた。いや、じゃあちょっと今日はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。ウィウィウ見た？ウィウィウィ見た？コムドット新作、コムドット。いや、あ、出てたね。めっちゃ面白かった。あ、そうなんだ。まだ見てないな。いや、相当やっぱ感覚変わりましたね。上手。コムドットさんの意見みたいな、見え方変わりましたね、相当。相当変わったし、ガチで今の子は言うテレビ見ないんだなっていう、まあ、確かにそれはありますね。マジで見ないんだから本当にこれ真面目な味、うん、秋野さんもそうそう今聞いといてくれ、本当にこれ味、うん、今後のこと考えるとマジで考え方中力に変えんと置いてかれるやつだと思って、うん、ね、相当カルチャーショックでしょこっちからさ、うん、これ今後生き抜くためにやっぱあマジでやばいなと思ったの、うん、もうその考え固定概念ステント、うんうんうん、やべえやつだと思ったの。テレビが本当にラジオ化してくる。ああ、ありえるかもね。結果コムドットが正解だから現状の、うんうん、確かに現状の、うん、あんだけ数稼いで結果若者が作っていくから、そうですよね、俺らが寄せていかんとなってのはちょっと思ったの俺。しかもラジオ化っつったら本当にさ、今ラジオ感じでやってるのも多いさ、あちこちオードリーさんとか、うんうん、あれラジオでも聞ける、うんうん、ラジオっていうか、うんうん、ね、音だけでも聞けるさ。だからこういう対談系っていうか芸人さんで、だから僕らの時代とかもそうだけどさ、うんうん、こういう対談系とかそういうのも増えていくんじゃないかなと。いや、待ってもう見ねえもんなマジで。あ、でもなんかテレビも一応頑張ってる。ああ、俺頑張ってないわけじゃないんだけど、
単純にそのもう今の子たちが長いもん見切れんわけよ、うん、長いもん見切れんから、うん、いくら頑張ったところで頑張ってるのはもちろん分かる、それはもちろん、もちろんそこじゃないんだよな、もうで CM に耐えられない、あそうだね、CM はちょっとそうだね、ってなるとスポンサーが動きますよ、動きますから CM はそりゃそうなるかって思うね、本当 YouTube の編集とテレビの編集が違うから全く、うん、全く違うわけよこれって、ね、俺が本当に YouTube の編集できないから死にたい編集だけ毎回、なるほどね、テレビ編集やつだもんね、そうなんかその YouTube の編集と違うわけよ、全然全然違うって、同じでブツブツ切ったりとかとか、うん、そのあんな感じで俺テロップ出せんわけよ、また来週バイバイ、またね、すいません。